元気か。おお、元気か。おお、元気か。俺、仕事ないぞ。今日も仕事あぶれたぞ。おお、元気か。おいちゃん、今日も仕事あぶれたぞ。ついにスロット行く金もないぞ。いや、天狗になってるとかじゃなくて、最近ね、終わる時間が分かんないんです。終わる時間が分からなくて、今、配信終わってからずっと一人で喋ってたから。おっちゃん、ずっと一人で喋ってたから。どの辺まで聞こえてたのか分かんないけど、おじさんのファッチポイントって月に1回しか出勤できないんですけど、大手の人ってしょっちゅう、火薬なんか今から出勤、ファッチポイント下ろしに行ってくるとか言ってるじゃないですか。そんな簡単にお金下ろせれないですけど、ファッチから。まあ、そんなにも入ってない、ポイントはないから、そんな毎日出勤できないけど。え？マジで？できた？なんで俺ちゃんだけできないの？ポイントが少なすぎるから。マクドでユニコーン。だからお金がないって言ってるでしょ。ここに全財産入ってるでしょ。これが全財産よ、今日の。これ全財産なのよ。どうしてくれんの、これ。お金がないってば、だから。iPhone がゼロカットだわ。iPhone ゼロカットなのにどうやってドル円売るんだよ。おかしいでしょ。ドル円売るお金ないんですけど。ドル円売るお金ください。ドル円を売るお金をね、俺ちゃんにください。うまい棒買えるやん。買えるこれマジで。ね、いや、嫁からそんなんもらえないでしょ。嫁にお金払ってないのに。au レット今残高いくらあんねやろ。iPhone で出金したけど、それ即入金したから、今ね、ちょっと待ってくださいね。今ね。なんかフォローありがとうございます。フォローありがとうございます。フォローありがとうございます。なんか3件くらい通知来てた。フォローありがとうございます。ファッチのフォローありがとうございます。ツイッターとね、あとYouTube のチャンネル登録お願いします。YouTube のチャンネル登録お願いしますね。YouTube のチャンネル登録お願いしますね。YouTube の。なんかメールが16通も来てるんだけど。なんでメール16通も来てんだよ。50分作業で3000円。50分作業で3000円。50分作業で3000円。時給3000円な。もうそれ1件しかないんだけどな。車ないからラウンダーとかできないんだけど、今。達也ですってやつからメールが来てるわ。誰なんだよ、達也。達也って誰なんだよ。達也って誰なんだよ。いつになったらチラシ届くの？ね、チラシ届いたら、準備できたら連絡しますって連絡全く来ないんだけど、こいつら。ふざけてんの、マジで。ご縁チョコとうまい棒。いや、もう晩飯まで我慢します。メルカリ登録して、ペイで払えば、11円。どういうこと？ペイペイ。あ、唐揚げくんとか。何それ。あ、投げ押しつばさん、KP 塾アイアス。今の au ウォレットの残高はドン。本当にこれしかないからね、言うときますけど。本当にこれしかないからね。本当にこれしかないからね、au ウォレット。ねえ。au ウォレットの、じゃあこれ本当の昼飯代残しとかないと、今週いっぱいどうするのよ。今週、もう次お金入ってくる予定何もないんだけど、どうするのよ。お昼ご飯ねえ。いや、あるじゃん。ありますけど。マクド行けるけ違う、そういう面じゃない。コンビニでおにぎりと弁当とお菓子を。強盗はダメだろ。おにぎり作って持っていく？ほんとそのレベルなんだけど、マジで。で、しかもね、ジャパンネット銀行の残高見ます？ジャパンネット銀行のね、デビットか、ビザデビはね、100円しか使えないから。ジャパンネット銀行のね、ビザデビは100円しか使えないんだから、ちょっと。ね、100円しか使えないんだけど、これ。どうしてくれんの？ね、100円しかないんだけど、ジャパンネット銀行のビザデビ。ちょっと誰か振り込んでよ。ね、ジャパンネット銀行のビザデビって100円しかないって言ってんでしょうよ。ね、消費税かかったら何も買えないわ、こんなの。ジャパンネット銀行100円しかないんだけど。
ご隠居みたいに、ご隠居いっぱい持ってるだろ、あれは。あれは金いっぱい持ってるだろ。ご隠居は金いっぱいこじってるでしょ。ご隠居めっちゃこじってるでしょ。俺ちゃんほんまにないんだから、マジで。ね、本気でない、100円しかないのよ。100円しかないのよ、マジで。やばくないですか、ね、?100 円しかないんだけど。このジャパンネット銀行のビザカードなのに100円しか使えないんだけど。100円しか使えないんだけど。やばくない？カード100円しか使えないんだけど。ビザカードなのにね。ビザカードなのに、聞いてる、ね、聞いてますか皆さん。ビザカードなのにね、100円しか使えない。ね。ね。100円しか使えないんだけど、このビザカード100円しか使えないんだけど。朝比奈さんから振り込み？いや、来てないですよ、そんなの。どこに来てます、そんな。はぁ、ほんまや。朝比奈さんから振り込まれてるわ。ごめんなさい、朝比奈さんバレちゃったわ、あの、オリチャンネルの中。うん、朝比奈さん9円ありがとうね。朝比奈さん9円ありがとうね。朝比奈さん9円ありがとうね。うん、ありがとう。ビザカード100円しか使えないんだけど。こじった分全部ギャンブル、全部します。そんな。マジじゃないです。もらったもん、俺ちゃんのもんだから、俺ちゃんが自由に使っていいでしょ。だから、くださいよ、早く。ギャンブル代を。ギャンブル代ちょうだい。そう、あの、残高が91円しかなかったら、9円振り込まれたので、それで100円になったのよ。何の数合わせなんだ。じゃあ誰か99,900円ちょうだいよ。じゃあ誰か99,900円、あ、わらしべ長者しようか。今100円だから、次の人は900円振り込んで1000円にして、次の人は9000円振り込んで1万円にして、次の人は9万円振り込んで10万円にして、次の人は90万円振り込んで100万円にして、次の人は900万円振り込んで1000万円にして、次の人は9000万円振り込んで1億にしてっていうね、あの、早く振り込んだもんだけが得をする。早く振り込んだ人は安くで済みますよ。ね。でも、遅くなれば遅くなるほどね、10倍ずつね、10倍ずつお金が増えていくから、早めに、おりちゃんにね、振り込んどいた方が楽よ。ね。早めに振り込んだ人が楽よ。じゃ競争ですよ。その残高おりちゃんこう見していくから。振り込まれたら誰からやなんぼって見せていくから、ね。今だったら900円で済むけど、次、900円が入ったら次、振り込む人は9000円振り込まなあかんよ。次の9万円よ。その次の人90万円。次の人900万円。どんどん増えていくよ。早い者勝ちやで。早い者勝ちですよ。そう。わらしべ振り込みゲー。えみちゃんから始まる、わらしべ振り込みゲーム、イエーイ。アムウェイで働いてたんですか？どういう意味？よくわかんないですけど。よくわかんないですけど。アムウェイの意味もよくわかんないですけど。エミタンから始まるわらしべ振り込みゲーム、イエーイ。数合わせ、数合わせ、900円振り込む人誰ですか？早い者勝ちよ。早い者勝ち。振り込んだ、振り込んだって言ってくれるか、DM ください。ね。ね。で、それ見て、残高チェックして、ね。振り込んだ？マジで？振り込んだ。残高チェック。振り込まれてませんけど、ね、ちょっとまだ振り込まれてないんだけど、これ100円のままなんだけど、これね、朝比奈ちゃんから始まるわらしべ振り込みゲーム、イエーイ。900円、ね、早く振り込んだ人が楽ですよ。後になればなるほどね、お金高くなっていくよ。早い者勝ちよ。何でも早い者勝ち。何でも即決したもん勝ち。考えてる暇ないよ。行動せなあかんで行動。まずは行動やで。考えたらあかんで行動やで。行動しろ。声出していこうぜ。金出していこうぜ。振り込んでいこうぜ。こんなんで振り込まれへん。
これなんだ、振り込まれんな。これでね、これでね、これでね、これで振り込まれるのがね、やっぱね、あれなのよね、あの、ご隠居なのよね。ご隠居はね、これで振り込まれるのよ。こんなんで振り込まれるのがご隠居なのよ。ね。やっぱ俺ちゃんはね、こんなんで振り込まれないのよね。まだまだやな、やっぱり。ご隠居すごいよね。だって、あの、イベントもさ、150位ぐらいまで落ちてて、うわ、ご隠居全然高いや、もうご隠居落ちたらざまみのご隠居とか思ったら、次の瞬間見たら50位におってんけど、あいつ。あの、黒生卵、ハゲ坊主。死ねよ、マジで。あの、クソこじきがよ。本物クソこじきがよ。こじきにもこじるからね、あいつ。こじきにもこじるからね。おしゃんてぃ、ゆきちに向かって、3000貸してくれよ、3000。ゆきち3000か、おしゃんてぃ3000貸してくれよ。あの、ご隠居が返してくれねえんだよって言ったら、ね、ば、あの、炎上できるぞ。何の詐欺やねん。どんな振り込め詐欺やねん。らしいやろ。あんな詐欺ある、ね、ふわっちを活用した、ね、あの、直接手渡し詐欺よ。ね。自分のおるとこまで3000年持ってこいって言うんだ、あいつ。すごくない？で、結局最後どんなんでこじれたんか知らんけど、こじれて帰ったんでしょ？しかもあの、イベントもちゃんと成功してさ。なんなの？あそこの囲いすごいよね、マジで。頭をいってるだろ、マジで。意味がわかんない。俺ちゃんもね、だから、ね、そういうところね、どんどんね、あの、こすからくね、せこくね、ガンガンね、行こうかな、思って。ガンガン行けるとこまで行こうかな。みんなが破産してでも俺は行こうかな、と思って。ね、みんなが破産してでもね、あの、俺ちゃん行こうかな、思って。ね、開いてください。黙らないでみんな黙らないで。え、そろそろあのサンバタイムかけた方がいいのこれ、ね。サンバタイムかけた方がいいの。ね、ちょっともうあの、まあ持てへんだったらサンバかけて、こじるようにしようかな。もうまあがね、あかんかったらもうね、サンバかけて、ね。これじゃねえな。サンバどっかないのサンバ。サンバ。サンバーってやつ。サンバーってやつ。あれかけといたらなんとかなるやろ。あ、これ。これかけといたらなんとかだよ。オフ会開くしかない？あ、ミッキーさんメガホンださー！ミッキーさんのメガホンから始まる？個人サンバタイム！イェーイ！サンバ！ノリ悪いな、みんな。さっき風船とメガホンで飛んでたのに、今回それすらないねんけど。ちょっと。もしもし？よし。あ、来たー！なにわ、すまさか、ふざやすー！ミッキーさんもふざやすー！やっほーい！隣ママさん、うんこざすー！わっしゃーい！ミッキーさん、ふざやすー！サンバー！あ、ミッキーさん、ふざやすー！あ、ミッキーさん、ふざやすー！ミッキーさん、ふざやすー！新しいミックです！ミッキーさんはずーさんさーねー、ゲストマサカーもケピアーさーミッキーさんふざーさーミッキーさんふざーさーサンバーミッキーさんふざーさーサンバーアミちゃんどうした？ねー、ゲストマサカーケピアーさーねー、ゲストマサカーピアケピアーさーミッキーさんからもケピアーさーねー、ゲストマサカーケピアーさーねー、ゲストマサカーケピアーさーミッキーさんからもケピアーさーミッキーさんからもケピアーさーサンバーミッキーさんからもケピアーさーサンバー投げすばさんからもケピアーさーミッキーさんケピアーさーミッキーさんケピアーさーミッキーさんからケピアーさー投げすばさんからもケピアーさーミッキーさんケピアーさーミッキーさんケピアーさー投げすばさんからケピアーさーミッキーさんから
ミオフレゲキョダ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 ミ
全部がドッキリやったん。全部がドッキリだったのこれ。これなんかもう1ヶ月ぐらいずーっと俺ちゃんを騙すためだけにやってたドッキリ。もう iPhone またゼロカットだ。もう死ねよマジで。もうクソがもう。今日4回ゼロカットされたんだ。今日4回ゼロカットされたの。今日4万円負けてない。家におるだけでも4万円なくなってんねんけど、どういうこと？家にいるだけで4万円なくなるってどういうことなんだよ。家にいて、こうやってゴロゴロしてるだけで4万円失う男やで。
あ、投げ押しつばさん、ありがとうございます。ケピアです。投げ押しつばさん、ケピア、投げ押しつばさん、ケピア、投げ押しつばさん、ケピア、投げ押しつばさん、ケピアです。ダメよ、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 本当にね。ほんまにもうね、クソ iPhone。クソ iPhone って絶対俺ちゃんをゼロカットするためだけにこれ、レート動かしてるよね。汚いよね、クソ iPhone、マジ。死ねよ、クソ iPhone。クソ iPhone のゼロカットする瞬間ずっと延々と配信したろか。何回何をやってもずっとゼロカットされる、配信。もうあの iPhone 使ってるやつがもうみんな、これはもう iPhone やめとこうって思うぐらい、の配信をずっと延々としたろか、ほんまに。クソ iPhone がよ。死ねよ、マジでクソ iPhone が。疲れたよ。もう疲れたよ。ゼロカットしてもらうだけええがな、カットなしやったら無限責任ない。クレープ代ないですよ。クレープ代がないでしょ。何万回ゼロカットした気するんだよ、クソ iPhone。たまには儲けさせてみろよ、クソ iPhone。死ねよ、まず。クソ iPhone のおすすめのね、なんだったっけ、あそこ、なんていうの、これ。これなんていうの、これ。あ、シグナル使っても全然勝てないですけど。クソ iPhone 死ねよ、マジ。クソ iPhone 死ねばいいんだよ。誰かマネキネコ変えた人。うちはね、マネキネコ投げたことあるんだけど、もらったことないんですよ。マネキネコってね、投げたことある、もらったことないんですよ。聞いてます？ね、俺ちゃんね、マネキネコ投げたことあるけど、もらったことないんですよ。いや、別にくださいねって言ってるんじゃなくて、ね、そのうちもらえる？もらえるかな？ちょっとやっぱね、閲覧もね、でも今日なんか勝手にすごくない？おすすめノットだけでこんだけ来るってことはね、これからね、どん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 ね、どん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 ですよ。ね、どん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 なんで、ジャパンネット銀行入れてくれた誰か。あ、チラシ来たみたい。チラシ来たみたい。うわ、次、平野区や。上西、上東やって、上西ってやばくない？大丈夫？上西、上東ってやばくない？大丈夫？スラム街ではないから大丈夫。自治会で。大丈夫。上西12と上東134やって、2がないわ。あんたが襲われるような地域ではない。襲われることはない。ちょっとチラシ取ってこうか。じゃあ、チラシ取りに行きます。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 マジコさんにジャス、こんばんは。こんばんは、マジコさん。マジコさん、こんばんは。マジコさん、こんばんは。マジコさん、面白そうやな。あ、配信されてるんですか、マジコさん。YouTube の動画投稿をしています。マジで。30万人もおんの？あと299,996人です。あと382年達成予定なので、できれば生きてるうちに達成したいです。マジコさん生きてそうやな。マジコさん生きてそうやな。マジコさん生きてそうやな。YouTuber 同士で、マジコさん、YouTuber 同士で、
総合のね、総合的なチャンネル登録者流しましょうか。チャンネル登録者流ししましょうか。で、マジコさんが許可をくれたら、マジコさんの、何 ?YouTube チャンネルを、俺ちゃんが、その動画を見て、なんか、わーっていう動画を作ったら、俺ちゃんのチャンネル登録者1150人ぐらいのうちの数人が見てくれるかもよ。ダメですか？ダメですか、マジコさん。おじさんが物乞いなんて、おじさんが物乞いなんてせえへんことはみんな知ってる、さかい誰も投げへんで。どういうことですか？ください。ちょうだいちょうだいアイテムちょうだいだからアイテムちょうだい平野区自体がやばいさかいな。平野区はやばいな。ちょっと閲覧減ってきてん。閲覧減ってきたんですけど。ちょっと。なんでいきなり閲覧減んの？さっきまで結構ね、ほっとっても、なかなかおるやんっていうぐらいやったのに、なんなん自分が。なんなん今からチラシ取りに行く言うてるだろ。じゃあ、風呂入ってくるわ。ああ、ごめんなさい、お疲れ。今日ね、行かなかったっていうか、行けなかったんだけど、22円しかなくて行けなかったんだ。今日はメントスコーラ枠って、もうお金ないでしょうよ。昨日散々したでしょうよ。熊田で頑張る。どういうこと熊田で頑張る。上西、上東行かなあかん。1000枚だけ取ってこうかな。3000用意されてるから1000枚だけ取ってこうかな。0円よりいいっていうこと。でも22円持ってたって何の意味もないでしょうよ。22円、大の大人のおっさんが22円持って何するんですか。ああ、もうクソ iPhone 死ねよ、マジでクソ iPhone。クソ iPhone 潰れろ、もうマジで。パチンコ屋も潰れろ、クソ iPhone も潰れろ、もう。チラシ取りに行ってくるわ。この枠、今風呂入っていい？それとも、なんでコーラ万引きするんだよ。次枠開いて風呂入って行っていい？それともこの枠、終わったら放置して、外出てから枠開いたでいい。どっちでいい？どっちでいい？風呂は入りますよ。寝癖ついてるし。汗だくやし。汗だく、梅雨だくやし。いや、臭いままとかじゃなくて、汗だくで気持ち悪いんですよ。臭くはないよ。俺ちゃん、汗かいても臭くはないよ。フローラリストやから、臭くはないけど、ベタベタで気持ち悪いだけ。ベタベタで気持ち悪いだけなんだ。フローラリストやから、俺ちゃん臭くはないけど、カレー臭全くしないからね、フローラリストやから、ね。うん、今日久しぶりにセサミン飲んだわ。何ヶ月ぶりにセサミン飲んだっけ。まだまだ残っとんねん、セサミン。死ぬほど残っとんねん、セサミン。なかなか終われんねん、セサミン。ああ、お金欲しい。どっかからお金降ってこないかな。どっかからお金降ってこないかな。家賃どうすんの、これ。このままいたら家賃払えないんですけど、どうすんの、これ。配信で、匂いまで、キーヒン、どうでもいい。あ、そうね。自宅で配信して、知れば、